はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日は僕がいつも行けている中華街の名店の貴賓室前の意気込みの制作風景を皆さんにご覧いただきたいと思います。そして最後に僕がその気に入らない部分があって、その手直しをします。でそのこれから手直しをする部分のところに来たら皆さんにそれを当てていただきたいと思いますので、ぜひその問いに答えてください。答えはコメント欄にいただけたらと思います。またね、その正解は次回の動画でお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではね、早速ご覧ください。どうぞ。はい、ここで皆さんに問題です。今まさにアレンジメントが出来上がりました。ここで僕がね、気に入らない部分をこれから直します。それはどこでしょうっていう問題です。3択でいきます。まず1番、上にドラゴン柳がこう入ってますよね。そのドラゴン柳のラインがもっとこう洗練したくて、枝をさばいてドラゴン柳の枝をハサミでさばいた。2番、系統が上にもこう入ってますよね。その系統がちょっと固まりすぎてて強烈なイメージだったので、それを少しこう段差をつけてずらして、そのインパクトを少しこう弱くした。3番、下にこう輪道が入ってますよね。その輪道がちょっとこう色が弱いので、少しこう足して、輪道を足してブルーのイメージを強くした。はい、この3択でいきたいと思います。皆さんの答えをぜひね、下のコメント欄にください。答えはまた次の動画でお知らせしたいと思います。はい、ではまた次回楽しみにしていてください。答え、皆さんのね、全員こう正解なのをお祈りしております。では次回お会いしましょう。 See you next time.